はい、おひつじ座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の解説をさせていただきます。お願いします。早速いきますね。8月末にですね、やっと彗星の逆行も終わりまして、またね、8月30日からはこう社交運とかお金とか愛情とか優しさとか美しさとか、そういったものをあの司る金星がまた天秤座に入るということで、おひつじ座の皆さんにとってはかなりなんか物事が柔らかくなるような感じがします。と同時にね、この9月前半というのは非常に実務的なエネルギーがあるので、実務をしっかりこなしながら、こう感性とか人付き合いにおいては柔らかいっていうような印象ですね。ちょっと見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。マジシャン、ワンド10、ワンド2の逆、おー、ザ・ワールドの逆、ペンタクス、ナイト、逆ですね。そしてペンタクスの6、そしてワンド・キング、逆です。気をつけることや対策は、ペンタクス9とワンドのページとオラクルはワンドのソード、ごめんなさい、ソードのエースですね。ソードのエース逆です。そうですか。まずね、ちょっと8月本当にお疲れ様でした。彗星逆行もあったので結構しんどかったとか、なかなかこう考えがぐるぐるしたっていう方もいらっしゃると思うんですけども、やっと終わりましたね。8月29日私も終わって本当に嬉しい。そして、9月はですね、何かその8月にいろいろごちゃごちゃ考えていたこととか、自分が手放そうとしたこととか、そういったものを改めてリアルな、こうなんていうかな、真実に基づき改めて、精査していけるみたいな感じのエネルギーとして出ています。改めてなんか情に引っ張られるとか、状況が不利だからとか、そういう理由ではなく、今の自分にとってどうなのかっていう、こう本当に真実に沿った判断ができるっていうような感じがするんですね。そしてもう一つですね、9月の2日から遠い星がね、冥王星とか天王星っていうのもちょっと逆行し始めるので、少し意識が戻りそうな感じもありまして、これは特にお仕事に関しては、昔はこんな風に稼いでいたとか、昔はこういうやり方をしていたっていうことを思い出して、なんとなくそっちにもう一回戻りそうになったりとか、または昔やったことを踏まえて、それも生かしながら、これからの仕事に生かしていきたいってなったりとか、何かね、こう昔の感覚っていうものに少しだけ引っ張られて何かを判断しそうな感じはあります。でもこれは完全に昔に戻るわけではなく、昔のやり方をもう一度思い出すことによってヒントを得るとか、新しく自分の進むべき道っていうものを、安定させていけるみたいな感じですかね。すごくこう進化していくって時に、全く何にもない状態から新しいものにスタートするのではなく、ちゃんと過去を振り返りつつ、進化と安定がちょうどバランスよく進んでいくような、そしてそこから再スタートしていくような流れが、大きな流れとして9月はあります。そして9月3日は新月なんですけどね、この新月っていうのは非常に自分の健康管理とかお仕事をこなしていくのにふさわしいタイミングになります。ちょっとね、携わろうと思いながらやってなかったこととか、ちょっと面倒くさくてなかなかきっかけがなかったっていうことに対しても、やっとそこに着手していける、きちんと役割こなしていけるよとか、もう今だけこの集中してここだけやりますみたいな感じで、すごく集中できるような感じが出ています。カードでもだし、星でも出ています。で、少しこの9月3日の新月のエネルギーって、ちゃんとやりますっていうだけじゃなくって、なんだか後ろの方からちょっと責任感みたいなものとか、役割とかっていうものがすごく引っ張ってる感じもあるので、おそらくこれをしたらこれだけいいって分かってるとか、きっとこうなるって分かってるんだけど、それに対しての実務的なエネルギー、あ、大変だなとかね、夢はあるけどその夢を叶えるためにはこんなに大変なことがあるかもなみたいな、そういったちょっとこう責任のある感覚っていうのもあるんですけど、この時はね、焦らず一つずつこなしていくようにしてくださいね。この9月3日っていうのは、そういうちょっと目の前のことをこなすっていうのがいいので、まずは9月の
9月中はこれをしようみたいな感じで、決めていただいたらいいと思います。そして9月5日から火星というね、バイタリティエネルギーというものがまた少し移動するので、ちょっとこうよく言うと情熱が復活するっていうこともありますし、悪く言うとちょっとこう、感情的になりやすいっていうのもあるので、もし感情的になったとしても別にそれって悪いことではないんですけど、自分が何に本当は情熱を傾けたいと思っているのかっていうのがよくわかるかと思います。自分を知る術にしてくださいね。そして9月の9日以降っていうのも本当にコツコツとしっかりとそつなくお仕事をこなしていけるなっていう感じです。仕事だけじゃないんですけどね、誰かの面倒を見てあげたりとか、自分で自分のことをケアしたりとか、自分でこう生活を整えるっていうところがすごくきちんと整っていきますよっていうようなエネルギーなので、あ、いい感じで整うなってすごく思います。どちらかというとこれまでがすごく揺れていたりとか迷っていたりとかっていう方が多かったんじゃないかなと思うので、それがやっと落ち着いていく、普通にきちんとしたルーティンの中で現実を見て判断していけるよって形になると思います。まあ、特にね、ちょっとカードでいきますが、何かやはり9月から心機一転っていう形で新しい自分で頑張ろうみたいな、そういうすがすがしいというかね、超えたなって感じがしますね。お疲れ様でした。本当に8月の経験っていうものがすごくもしかしたら良かったのかもしれないです。良かったって単に嬉しいことっていうこと意味ではなくて、そこで迷ったりとか悩んだりとか孤独を感じたりとか、そういうなんかそういったものを経た今の自分だからこそ分かることがあるみたいなね感じがします。まあ、特に一番言われているのは、その無理して頑張ってきたことはもうやめようかなみたいな、そんな感じですね。きっとこれはこうすべきなんだろうなと思って、自分が抱え込んでいたもの、ちょっとしんどいなと思いながらも続けてきたことっていうのはやめていくのかなと思いますし、あとその どうすればいいんだっていう、その答え、 どちらにすればいいんだとか、どうすればいいんだろうっていう、その何かを選ばなければいけないという答えに対しては、今答えを出す時じゃないんだなっていう判断をしそうです。というのは、どちらかを選ぶことによってどちらかを諦めなければいけないみたいな、だからこそ選べなかったっていうものから、それを全部踏まえた上での自分がこれから進んでいく道だったりとか、伸ばしていきたいものだったりとか、増やしていきたいものだったりっていうものがしっかりとそこにあるって感じがするので、まずは生活を整えたり、自分の体とかそういうのを整えていく上で、ゆっくりと時間をかけて揃えていくっていう感じがします。必要なものを、でそれがちゃんとなんか頑張っても頑張っても手に入らないとかではなくて、きちんと自分自身を整えていくことによって、一つずつ見えてくる、あ、一つずつここにあった、あ、一つずつここもあったみたいな感じで、こう一個ずつこう揃えていくことによって、より一層安定して正確な判断だったりとか、自分にとって何がベストかっていうのを見ていけますよっていうふうに言われています。お仕事やる気もありますし、星で見ても仕事こなせますよっていう時でもあるんですけど、カードで見た時に情熱はある、だけれどもその昔のようにがむしゃらに頑張るっていうのではなく、何かを無理して頑張るとか引き受けすぎるのではなく、本当に自分が情熱を傾けたいところに頑張りたいんだっていうことで、少し整理していくっていうこともあるのかもしれないですね。意外な感じっていうか、普通にこれだけね、コツコツしたエネルギーがある時だったら頑張るのかなって思いきや、いや、ここで無理はしませんみたいな感じで、すごくいいですね。すっきりして整理していく、本当に必要なものだけを残してあとは手放していくんだということで、大事なものをしっかりと自分が得ていくことによって、さらに今の状況からもう一段階上に行くためのヒントやチャンスっていうものを自分で掴んでいけるんだって感じがすごくします。素晴らしいですね。でちょっとそれを踏まえた上でね、お仕事のことを見させてください。今はまだね、もしかしたらですけど、今はまだこの動画をご覧いただいている8月末とか9月頭ぐらいっていうのはまだはっきりしてないんです。いろんなことが
ご自身の中でももしかしたらまだ迷うこととかはっきりしないことあるかもしれないんですけど、とにかくやっていきましょうみたいな形で一歩ずつ進んでいきましょう。何か一つ発見したらまた違う世界が見えます。また何か一つ発見したら違う世界が見えるみたいな形で一つずつ道ができてくるんですね。その中からこれだ、これが正しいみたいなのが分かってくるっていう感じです。なので想像の中では決断ができない感じがします。お仕事ね、クールカップナイトとソードエースということでいいですね。今までのやり方はやめますみたいな感じで、今までの流れはとにかく変えたいんだって感じがします。こう、例えば量で勝負していたとしたら質で勝負していくみたいな、量を減らして質を上げていくということもあるかもしれないですし、ご自身の仕事に対しての向き合い方っていうのもものすごくシリアスに頑張るっていうよりも、もっと自分の感覚を信じてみようとか、もっと自分を喜ばせてみようとか、もっと本来の自分でできることがあるはずだみたいな、ちょっとこう軽い感じになって選んでいく感じがしますね。ただまだ誰かからの問い合わせや申し出とか、要求っていうものがあるみたいなので、そこには答えてあげたいっていう気持ちもあります。ただ闇雲にそれに答えるのではなく、すごくここでソードのエースっていうのが2枚も出ていて、非常に聡明に自分で決めてやっていくよっていうふうに出てるんですね。だからそれは違うと思うとか、それは今回はやめておきますとか、私はやっぱりこれを選びますみたいに、ご自身で現実を見た時にきちんと判断できるものがあり、そしてちょっとそれって無謀かなとか、ちょっとこれって他の人の期待に背くことかなみたいな感じで思ったとしても、それがこれからの自分のやり方としては正しいんだと思えるものに切り込んでいくって感じがします。かっこいいですよね。なんかかっこいい感じがしますよ。切り込んでいく、おひつじ座さんらしい感じ。はい。そして、人間関係見ていきます。人間関係がすごい非常になんかまろやかな感じがしますけどね。それでもカードで見るとソードの8、そして吊るし人、そしてワンドのページということで、なるほどなるほど。星で見ると8月の30日以降、優しさが入ってくるよとか、人がやっと素直に人の優しさ受け取れるようになりますねとかね、っていう感覚があり、非常に人から返ってくるエネルギーは優しい感じがするんですね。だけれどもおそらく8月の間に自分がもう本当に本当にこれ以上傷つきたくないとか、もう見たくないとか関わりたくないっていうような感覚で自分でシャッターを下ろしていたりとか、心のドアを閉めてしまっていたものがまだ本当に開ききるのが怖いっていう感じが出ています。まあね、仕方ないですよね。そこまで大変だったんだなっていう感じ、そこまで大変な思いをした自分を自分で慰めるというか許してあげる、そして一つずつ少しずつ優しさを受け取ってほしいなって感じがします。これは慎重になってるよね。なので人に対して非常に慎重なんだなって、そして誰かの愛情を受け入れたり誰かを愛したりなんか良くしてあげるっていうよりも、自分は実用的なエネルギーでしっかりこなして、これだけは絶対になんか怠けたくないとか仕事は裏切らないみたいな感覚で進んでいくのかもしれないですけれども、カットがねそもそも少ないですしね、感情が疲れたのかな、やっぱり8月ちょっと待ってね、ちょっとこっちを見てみようかな。でもどうですか、ここで吊るし人が出てるっていうのはここでもね、ソードの8っていうのも自分で自分の考えを縛っていると苦しいし、なんかもうお先真っ暗みたいな感じがするかもしれないですけど、物事を逆に見てみようみたいな、今この状況の中で感じたことってそれによって自分は何を得られたのかなとか、どんなことに気づいたのかなっていうことによって、それが自分の血肉になり、自分が感じたこと全てが自分のオーラの輝きとなり、またね人間的に魅力的な人になっていけるっていう感じがするので、ちょっと対策見てみます。人間関係で疲れてらっしゃる方がいらっしゃったら、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、
まあ一つはでもやっぱり彗星の逆行、獅子座で起こる彗星の逆行っていうのもあって、自分の主観でぐるぐる回ってしまっていたっていうのもあるかもしれないので、ようやくその主観から放たれるんだよって、ようやくそこにこう切り込みを入れて、あの自分の、あの思い込みから解放されて確かなものを見ていけるよっていう時なので、ちょっとだけそれをね意識してくださいね。人間関係っていうので出てた時に、これ今ね依存心っていうカードが出ています。自分がまるで誰かに置いていかれるみたいな感覚とか、そういうやっぱ寂しさみたいなのがすごくあったのかもしれないですね。でもこれってね本当ですかっていう感じ、それって今の本当、今この現状にある関係性の中のことなのか、もしくは昔の自分の記憶なのかっていうのはよくあの精査してくださいね。もしかしたら昔の記憶かもしれないし、決してそれは本当に置いていかれたりとか本当に裏切られたりとか、されてるわけではなく、自分のストーリーの中でそうなっているだけかもしれないっていうことを思ってくださいね。なぜならばこの9月っていうのは真実を見る力があるっていうふうに出ているわけなので、だからこそ仕事もうまくいくっていうのもあるんですけど、その見えなかったものを、感情っていうのはつかめないですからね、自分の思考でどうしても歪んでしまいやすいですけども、現実を見てどう感じるかです。どうしたらいいのかっていう、選択というカードが出てます。選択、それもご自身がどっちをね選ぶのかですよね。 この少し前に出ていた感覚、なんかどうしようかな、どっちを選ぼうかなっていった感覚なんですけど、どちらかに選ばなければいけないというよりは、さっきのカードではね、まだ霧が晴れてないわけだから、全部のね見えてないわけだから、一つずつ見えてきてからその選択をすればいいんだよって感じはしますけどね。今後出てくるもの、あのセクシャリティってこと、やっぱり素直になるのが一番ですね。こう頭の中で戦略を立てて、こうしたらきっとうまくいくとか、こう言ったら相手はどう思うとかではなくて、素直な自分の感情をそのまま相手に見せることが一番うまくいく、あの方法だと思います。なかなか難しいけどね、でもそれがそうだって言われてるから、わかりましたって感じで素直になりましょう、頑張って。その結果は平和ということで、本当に心が落ち着く、あやっと自分らしくいられるとか、あこういう関係になりたかったみたいな、そういうのがちゃんと訪れますよっていうふうに出ているので、素直にいきましょう。素直にね、自分の物語はちょっと置いといて、ちょっとこのオラクルね、もう一枚見てみようかな。オラクルがソードのエースっていうのは、本当にこう切り込んでいくとか、はっきりさせるとか、真実を暴くというか、真実を見る勇気があるって感じがします。まあ、ただそのさっき言ったみたいな感情的なエネルギーっていうのがすごく少なくて、実務的なエネルギーしっかりこなすよっていうことで、時間的なものだったり仕事だったり自分のルーティンっていうのをこなしながら、ちゃんとね、あの自分の強さっていうのを見ていくんだろうなと思います。はい、出てきたのはこちらのカードになりますが、これを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんの直感でねメッセージ受け取ってみてくださいね。やっぱり不確かだからこそ、ちょっと怖いじゃないですか、見えない道を行くとかってね。でも不確かだからこそ、そこに無限の可能性があるっていう感じがします、私は。で8月はちょっと悩んだかもしれませんが、9月っていうのは確かなものが見えてくるよっていう感じがするので、ちゃんと月明かりに沿ってね歩いていってねっていうようなメッセージのような気がしました。はい、ということで、もし何かしらこのメッセージが分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやあのコメントで教えていただけると嬉しいです。また次回ね、中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。はい、ということで、ぜひご自身のあのモヤモヤを晴れて、自分の優しさをねたくさん受け取ってください。自分の中にある優しさにも気づいてくださいね。はい、ということで、ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。